めっちゃ可愛い。ありがとう。顔面よ。今日顔面調子いいの。ともあん。髪の毛が。髪の毛がチャラついてる以外は全然。てんてんの店。いいな。お好み焼き。カイラちゃんやっほー。メイのことが好きですたらば。<laughs> ありがとう。洗顔配信はしないけど。みさほちゃん、こんばんざい。こんばんざい。この間のゆきなちゃんがマジでかっこよかった。 めいちゃんからのご褒美楽しみにしているよ楽しみにしてってください <laughs> もういっぱい褒めるめいちゃんのご褒美は GTR さんこんばんはいこんばんはい女を出しためいちゃんかなんかいつもバンザイジャパンでカバーさせていただいてるときに歌う歌割りがあそこなの「現実のパーってメンしたい」のところだからでそこで雪なちゃんがコマを肩を抱いていたから あこれは挑もうと思ってこう肩をこうやってだいっ目が上からこうガッてやって一緒に歌おうと思ったのそしたら <laughs> まず肩を組み替えられなんかパッて見たらこっち見てていやこれはやばいと思ってた, <laughs> ただただ普通に女になってしまったよね頑張らないとね本当にありがとうンの分までも頑張ってくれて。 明日ライブ券まだありそうなら渋谷に渋谷に <laughs> めったに言わんこと言っても確かにあんま言われんから今っびっくりしちゃった挑もうそう挑もうと思っていメイもバンザイジャパンの中ではこうかっこいいキャラクターでやってた時期があるから負けてられないぞって思ってやったんだけどいやもう無理だったん、ね、で完敗でしたでまず勝負するべきではなかったぐらいのレベル 水ピーヤッホー、こんばんざい、こんばんざい。たくまくん、ヤッホー、ヤッホー、たく、たくちゃん。ジャンピンナップ、実はまだ持って、おい、えー、そうなんなんか持ってくれてそうやけど、みずほちゃん。結構、バンザイジャパンのね、特選会とかも来てくれてたりとか。あと、なんやろ。ね、バンザイジャパンのライブ見てくれてるから。みいちゃん、愛してるよ。えー、嬉しい。ありがとう、よしぽん。へいちさん、こんばんは、こんばんは。<laughs> 今日はこの顔買いました最近このシリーズにハマっててなんか「毛穴なでしこ」っていうシリーズなんだけど「バ<タッ>ンジージャパン」の中でイケメンってさっちゃんではそうさっちゃんなんだけどちなみに安原は笹川ささかわいい推進隊なんでかわいいさっちゃんが見たいんだけどあの実は安原も髪の毛ロングなんですけど2年前ぐらいベリベリーショートでもうマジほんと超ショートで。 めっちゃ男の子キャラみたいな感じだったのよだから結構昔から知ってくれてる人は今の髪の毛長くてキュン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 してるアラの方が違和感を感じる人もいるんじゃないかなっていうぐらい結構実はアラもショートカットでさっちゃんと2人でほんとショートコンビみたいな感じだったの 他のメンバーに言うと流されるか笑いなががらありがとうって言われるいやだってみんなメインのこと好きっていうこと知ってるからじゃない行こうって思ったらコロナでコロナでことごとくなくなっあそう2、えー後半もうブワってなくなったからねなんか急激になくなった「チュンさんゆきなちゃんはやばいよね抱いてください」って言ったら抱いてくれるでもう当にそれは本当そうイケメンメイちゃん見たい写真探す多分ねつい最近ショートカットの写真を載せてる気がする ショートになななりたたいっつって乗せてなかっつててかかショートでもあれは気にしない人ショートそうショートカットだったんですよ実はバリバリショートだったなんかボブとかじゃなくがっつりショートメイちゃんのショートの CD ジャケット見てびっくりしたあ山田ナデシコの日が昇るの時はショートだね確かに短いイメージの方が強いよね昔からの方とかは結構。 ロング今の方は多分ロングの方がイメージ強いんやけどめいちゃんはイケメンだよ <laughs> いつも松戸の願い星をいっぱい見てる確かに YouTube にもショートの時載ってるかもめいちゃんのパフォーマンスがめっちゃ好きなのでライブ生で見てええー、嬉しいそれはちょ超嬉しいあのこないだ TA 女子のあのプロデューサーマネージャーさんの山口さんにいつも歌を見てもらうんですけど最近 よくこう「めいちゃんはここで歌うから」ってよく言われてで昔はゆきなちゃんもそうだったんだよって言われたからもしかしたら似てるのかもしれない <laughs> ショートとかイメージがないショートカットでした似合わないって運営さんにバカほど言われてロングにしろって言われて今ロング生活です両方かな両方ダンスのキレが好きだよえー嬉しい この姫ののいちちゃゃんずっと見ちゃう、えー、嬉しいこの間のこの花久々にやったんだけどその時は歌い方をめちゃめちゃ変えてみましたもう山口さんにめちゃめちゃれる言ってもらうから意識し,しようと思ってもう全然違う声の出し方をめちゃめちゃ意識したら確かにいつもより声がひっくり返らないとかグエってならなかったかも「バン n イジャパンの YouTube をひたすらあさってたらおお朝になったうえー、めちゃくちゃうれしい <laughs> 寝てほしいけどでもそこまでこう見てもらえるのが嬉しいショートもロンゴも両方入れおー嬉しい扇子バッてやった時のキレスそうセ扇子の開くところとかも結構力を入れてやってるから意識してるんだけどでも意識しすぎて扇子一番壊してるんですよよう怒られるんです破壊神やって配信とはいえちゃんと見てるんだよえー、見てくれてるのが本当に配信とかだってさ歌ってる人しか映らんやんだからこう どこが見えてるのかあんまわからないんだけど設て見てくれてるっていうのが嬉しいなって思いますショートよりロングその人が多いかもやきちゃんこんばんねこんばんねデジシャー届いたいおーいいねいいねゆきなちゃんみたいに遊ばせる感じの超絶いやマルフォイがマジにやってためっねスイザリンに入りたいもん実はスイザリンに入りたいんだけどああと日焼け止めを新しいやつ買いました わおう嬉しいなんかスプレータイプが欲しくて1個だからこのスプレータイプを買いました白くならないウォータープルーフ顔とかメイクの上からもできるっていうのがいいかなっていうのとあとなんかなんかわかんないんだけどパッケージが可愛くてあとスプレータイプの日焼け止めがこれしか売ってなかったっていうだけですねそういう理由で買いました とかそういういのじゃなくパフォーマンスがめちゃくちゃゃく嬉しいパフォーマンス好きって言ってくれる言葉が一番嬉しいかもね可愛い,いとか可愛くて好きになったも嬉しいけどパフォーマンスって言ってくれると見てくれてるんだってなるよね <laughs> 配信とかでも好きって言ってくれるの嬉しいなんかこういう素の自分を好きって言ってくれてんのかなと思ってめちゃくちゃ嬉しくなりますね「ジャンピングアップジャパンはノリノリ」そうめちゃめちゃノリ。 パ,パーリーピーポーの曲は今夜もとっても「ダンスでザンス」って曲なんですけどあの曲はなんかもう歌詞がめちゃめちゃ詰め込まれてるんですよもうサビが「テンション上げて踊りましょうなんだかとっても燃える恋の予感人生かけて旅をしてデッドアライブで回るメリーゴーラドみたいな「テンションになる神楽の日何でもかんでも全部巻き込んで」 超大どんでん返してまた明日ってすごいもう歌詞がギュって詰め込まれてる感じがメイもすごく好き「今の配信で願い星をフルの動画を頼んだすごい気になると話したいいと思うよ歌い方とかダンスの見せ方とかメイちゃんがステージにいると安心するし目で追っちゃう嬉しいでもパフォーマンスの要になりたいよねなれる存在になりたい」 せいのスクショのふみの横にななこちゃんもななこちゃんかわいいんだってちっちゃくてねもうもうねキュッてしてキュッてしてもう持って帰りたいメイさん元気ですか痩せました半身痩せたのマジいいなこだわりない日焼け止めは基本的にこだわりなくてなんだろうなんかウォータープルーフとか今回はスプレータイプが欲しかったからスプレーにしたけどなんかスプレーだとふわーってできちゃうじゃん 時短だなって思ってパフォーマンス好きだよ2万センチ2万センチすぎるやろ日焼け止めはね本当にこだわりがないです棚卸し春菊こんにちはこんにちは配信は結構見てるんだけど生は3ヶ月ぶりなんだあ、ちょっと楽しみにしてるね注目してくださいダ <laughs> ンスはリマッチでしょダンス誰だろあゆみ,みのダンス好きだよ今夜もと今夜もとってもダンスでダンス ダンスでザンスっていうで、うちらはその曲をザンスって呼んでますザンス、ザジズゼゾ、ザンスって呼んでます声かれいいよね歌れ,声れ、声枯れは、なんかセンターポジションがつかで裏の、裏センターみたいな2番センターがフミで、つかさフミの歌なんだけど 実は私声かれは自分のポジションが一番好きなんですよなぜかというとあの結構いいとこもらってんなって思うから <laughs> 要のところをもらってる感じがするので声かれは自分の位置が一番好きですフルで頼むと得点金30やばパフォーマンスの惜しめはめいちゃんパフォーマンス惜しめになりたいみんなの <laughs> メイさんがメイさんは痩せてないと思ういやまだいいとは知ってるけど「春夏秋冬」のラストで出てくるところが最近すごくいいです嬉しい「春夏秋冬スマイル」最近さめちゃめちゃあるじゃん「キーッと」が出ないのでふみにいつも「キーッと出ないんだけど」って言ったらふみにふみは逆にそっちが「メイはうーらは出るの地声ででも「キーッと」が出なくてあそこメイのとこの「キーッと」だけ一個上がってんのね 転長してもう本当にいつもあそこが辛い昔出てたのにでそしたらまた山口さんに逃げてんだよって言われて次はひっくり返ってもいいから出そうかなって思ってます <laughs> HK さんこんばんは、こんばんは、ね。んんね、レッスンにめっちゃになりすぎて振りが荒れって時は可愛いよねなんかでもあゆみのレッスンはグループで一番すごいと思う全部見てるしあとお客さんによっての レスが、違うのがすごい。あと曲によって、ね、顔が大人になりましたよね。やっぱ20歳になって。レスもちょっとずつ大人になってて <laughs> 可愛いなって。前まではなんかも指差しキュンキュンだったのに、最近なんかもうこういうのやり始めたの。もうなんかもう。もう,もうお母さんみたいな気持ちになるよね。大人になったね。みたいな <laughs>。ザンスそう。ザンスです。今夜もとってもダンスでダンス略してザンスです。 ンンンススス好好ききな方結構多いですねエミノがザンス好きあ、エミノのザンスエミノはもうちょっと振りが丁寧になったら結構強いと思いますね今はもうがむしゃらって感じそれはそれですごいいいんだけどこう丁寧になった瞬間に多分もっとグループのオールマイティーな要になれると思うオールマイティーな子になれる気がするどこでも入れる子あんま本人には褒めないんですけどやってたら。 ちなみに安ラメンバーのことあんま褒めないんですよそれぞれに可愛い,いねとかは言うけどいいねとか良かったねとか言うけどこう改めてこう褒めることがあんまないんですよねザンスをフルでって言おうと思ったけどザンスと言いすぎてフルで題名が言えんかったザンスいいいいポジションなんですよ声かれ安ラちょっと注目してみてくださいパフォーマンス推しです2万センジめっちゃ2番センすぎるやろ力強く歌うとこも好き最近なんかねそう悲しむのところ また前みたいな歌い方に戻したりとかもしてます。のぞちゃんこんばんは。のぞちゃんお仕事お疲れ様。いつもう。ちの娘がそう、娘がっていう感じ。本当に。50カウント完了。ありがとうございます。<laughs> 公会長さん。ありがとう。なんて呼んだらええんねやろ。う。成田さん、ヘロヘロ。店長、そう、反応、があるんですよ。レスください。バン。レス結構召してるんですよ。 伝わらんけど <laughs> メイねレッスンする時ねなんかこうとかじゃなくマジ目を合わせるぐらいマジ曲によってかっこいい曲に出ることが多いんよだからその可愛い曲で「うーん」みたいなレッスンをすることがあんまりなくてえ嘘マリアの本でメイの本お話あったのえー、ください <laughs> それは読みたい レッツゴーリママを久しぶりに見たいレッツゴーリママいいよね目を閉じて歌う時の表現力がすごすぎて女神みたいにいけるいや本当に褒めちぎりたいレベルであゆちゃんのレスはすごい一回注目してみてほしい多分あゆちゃんに注目した時なんか歌とか踊りとかのそれをパフォーマンスレベルでいったらうまくはなってるし上手になってるんだけどでもメンバーで見たらそうトッピーはしないかもしんないけど レスになった瞬間グループ1だと思うマジで歩みは本当にマリアの本でメイのお話があったそれは見たい誰かそうガンミです安原は基本ガンミですねレスはガンミです見てるよっていう見てるよってたまに超レスするときはあるけどなんかなんだろうめっちゃなんて言うんですか目の前とかにいたときに はたまにやるけどでも基本的には遠くを見てることが多いですね後ろ側にいる人近い人も見るしでも基本73ぐらいで後ろを見ることが多いかもしれない、まあ、目悪いからさあんま見えてない時もあるんですけど見えない時はもう前,前しか見ない時とか後ろはもう全体を見ますねガガンンミレスのレスのはガンミスタイルんかね恥ずかしく出てできないのこういうの。 っていうのできないの。<laughs> こんばんは、ね。あ、アバター戻してできた。見切れた。アシカさんの配信からの最中ありがとうございます。アシカさん久々に聞いた。ありがとうございます。愛ちゃんの笑顔マジだアイドル。天才ですあれは。天性のアイドル。タットさん、晩は晩は。この間の渋谷で印象に残ったのは安原さんのパフォーマンスと富美の歌そして神奈川県の方の表情。リマだな。リマだと思います。ちょっと短い子だよね髪の毛。 白くて色があれはリマですねみなとりまはハモリとかをよくやっているのでそういう声の繊細さとか歌の表現力は随なんか抜群だと思うずば抜けてる歌い方がメイはめっちゃ好きですねミの歌が5だとしたらリマの歌は10って感じ柔らかい表現なんかマイク乗り がいいいわけではないんだけどだからストレートにトーンって届く声ではないんだけどグループのユニゾンとかなんだろうそういうハンモリとかでギュッてしてくれてるのはリマかなって思いますね多分港リマちゃんだと思いますみんなっていう感じに扉の「と」でリカの「リ」に「ほう」「ほうじの「方で「港リマ」って言います。 無料配信時めいちちゃゃんのレスめっちゃキュンってしたよあの前にお客さんがいない時はもうカメラしかいないからもうレスしかないんですよだからそういう意味では無料配信とか配信ライブは結構レスめっちゃしてますね端っこにいても見てもらえるの落ちる結構端見えるかも端にいることが多いからとか,なんか結構端を見ることが多いですね確かにセンターよりやられると倒れますあハ <laughs> <laughs> 本当1年近く見てないけどなんとなく覚えてる本当会いに行った時あんまり練習しないで、ね、恥ずかしいからええドゥンってします時間給取ったので勝ち会場着くまでにいやほんとみんな熱中症には気をつけてその子だと思います感情を表情に乗せて歌っててとても良かったですなとりまちゃんです覚えてほしい結構配信スタイルがメインよりメインがテンション低い時と中途に似てて大人なメンバーなので結構 なんろう落ち着くねリマはゆきさんみっちゃんこんばんはこんばんはリマは唯一無二で歌う時がすごく印象で唯一無二の歌はめっちゃ研究したメイも3人しか歌わないからソロパートちなみに歌詞6行だったからね <laughs> びっくりするじゃん 『唯一無二』っていうバンザイジャパンの楽曲があって言うたらジブリみたいなもののけ姫みたいなもうバンザイジャパンしか歌わないだろうっていうような曲があるんですけどその曲がを歌ってるのがのソロパートを歌ってるのがリマとフミとメイなんですよ1番がフリマ2番がフミ3番がメイっていうなっててあの時は自分が一番強いって思いながら歌ってる自分のソロパートの時はマジで。 あ冷えアレルギーでいったらトップみたいなめっちゃ考えたのほんとになんかねメインの歌ってる歌詞が唯一無になる「唯一無になる乙女をあがめよ」って歌ってるんですよだからまあお客さんに「見ろよ」みたいな感じのテンションでいかないと曲に負けちゃうって思って 唯一目に歌うときはすごいカロリーを使いますね。あそこはレスキャッチ下手。あ <laughs>、そうなの？配信のレスは分かりやすくったトゥワール結構見るよめ。でも今度行ったときは一番後ろで柱の影、柱の影まで行かれるとめい多分見れないな。ここまで楽曲や歌、パフォーマンスに対して語れるのはユニットへの思いの強さですね。そう結構曲によってめっちゃ曲解釈しててなんかノートとかもあるんですけど。 その後は1個捨てた,捨てた <laughs> 間違えて捨てちゃったの <laughs> 曲解釈のって1個間違えて捨てて <laughs> もう最悪やと思って <laughs> もうまあいいんですけど自分の中に入ってるから結構ききますね目は描きますすねあとはあのバンダイジャパンじゃなくいろんなアーティストさんを見る。 目は結構舞台を見ると曲の感情移入がしやすすくなる人です舞台とかノンフィクションのものだからオーディション番組それこそアメリカンゴッズ・タレントが好きなのはそれ人生が動く瞬間とかそういう感情に嘘がない状況のものを見るととか舞台はなんか表現という意味ではすごいことだと思うミュージカルとかがすごい好きで、ね、表現 もののがすごい好きなので自分が舞台に立ってたっていうのもあるけど舞台は好きですねそういうのを見るとうわーってなるからその状況で多分ステージに立つとめちゃめちちゃゃすすごいことになんかやりりきれる時がありますね自分でも曲に入ってる時とあの集中できなかったりとか考えすぎて入れない時が結構あるんですけどそういう時はうまくごまかせるようにはなってきてるんですけど恥ずかしがり屋なの本当 どんな時でも微笑み返してるんだよえー大人のアレスだな捨てちゃったのそう曲によって雰囲気変わるしめいちゃんそれはめちゃめちゃ意識してる曲の雰囲気を全部変えるとか歌い方を変える個室を変えるっていうのはめっちゃ意識してます実質めいちゃんこんばんはあいこちゃんこんばんはすごい完璧な人なんだと思ったらそうポンコツなのよゆざらそこがね ちょっと泣けててなんかあの扇子壊したりあのステージから落ちたりあとなんだろうあの言葉日本語が下手くそで MC 一生懸命まとめるんだけどまとまりきらなかったりそういう時大体助けてくれるのがみなとりまっていう,もうここまでの一連のねパターン突っ込むのがプミでまとめるのがリマみたいなとこがあるんですけどポンコツちゃんなんですよ。 唯一目には、力を入れてセンス持ってるところがすごく印象的だからおるんですかね、センスボキボキになっちゃうノート捨てたんか捨てちゃった間違えて捨てたったフォーメーションのノートだと思ったら間違えて、可視解釈ノートだったカボ覚えてもらえてないから大丈夫だでも、レッスンね、あんま顔を見てないですね人を見ては判断して、だいたいこうパフォーマンスすごい見てくれてるなとかなんか、自分を見てくれてるなとか そういうい人を見ます表現者表現者ではありたいよねキスイのエンターテイナーになりたい頑張るね本当ステージがふさわしい人になりたいですね本当ですかほんとほんとうまくごまかす、ね、あれねミスしてもめちゃくちゃごまかすの上手っすよ <laughs> おいってなる <laughs> なんかフリーを間違えても自分が本当ですかのようにやる <laughs> そう衣装大破しました前 それテンション上がって「ウェリ!」って言ったらここがバリバリバリって言って触ったら布がもうなかったっていうポンコツなんですよそう覚えてるよカエルちゃんの顔バランスのいいグループそうめっちゃバランスいいです応援したくなるそう言ってくれるのがすごく嬉しい結構最近入った子たちは褒めちぎってますねなんか今の子たちって 怒っても響かないんですよ <laughs> だから何をしたらじゃあ響くだろうと思った時に単純に今時の子たちって怒るよりも指摘の後に褒めてあげる方が多分伸びるんですよね。吉原のあれ的には。あゆみまでかなあゆみの代ぐらいまでかな。でもあゆみたちの代が一番大変だったからあれなんですけど。 バンって言う時は言うけどでも何だろう褒めることも大事だなと思ったらここで褒めます、ね、たまーにだけどあんま褒めすぎてもね大変なんですよ。調子乗るから <laughs> バンジェージャパン調子乗るから褒めて伸びるタイプそう褒めて伸びる子は多いですね。でも逆に近しい子2期とか。 しかしフミリマとからへんは何も言わないあとはなんか良かった時は素直に「えっちゃ良かったよ」っていうぐらいかなでもねなんかメンバーがあそこ良かったですとかここのパフォーマンス好きでしたとか言ってくれると別の意味で嬉しいじゃん見てくれてるとかメンバーが言ってくれるって すごい嬉しくてメイもよくメンバーが「これ良かった」とか「この間はこの『花咲く絵姫』歌い方変えましたか?」ってすぐしおりが気づいて「変えた」って言ったら「よかったです」とか言ってくれたりとかなんかこう素直にこう褒めてくれるからなんか返すわけではないけどまあでも結構素直にパフォーマンスでよかったとかは言う。 でもそれぞれのパフォーマンスに対しての褒めはあまりしない。なんか、あなたはこうでこうでとか、こうやからいいと思うでみたいなのは、そんななんか、うん、定期的にはやんないかな。時たま。レアレア <laughs>。たまにあるじゃん。ビンゴ、なんか、なんだろう。こう、毎日こう、毎日ログインボーナスの途中にあるような感じ。あとは一緒なんで、対等だから、ね、言うて。愛梨は、 うーんアイリーっていいいううのがいいと思良くも悪くも頑固なんですよだからパフォーマンスとしてステージに立った時に竹島愛梨っていうあんだけ花がある子はなかなかいないしそれこそ初見の方で結構目についてチェキを取るのは結構愛梨が多いイメージだしバンズイージパンの中では結構綺麗めな子って珍しくて。 あそこまでなんだろうなんかビジュアルよくてスタイルもいいし大きいしステージ立って曲どの曲立っても竹島愛理ですっていう目がいくっていうのは注目、えーね、目線を集める存在としてはもう火出てるよねまあね公開処刑もしてるしねはははよう怒ってるよね めいちゃんんの頑張りがいいグループになったんだと思うよだから好きになったの。の好きって言ってくれる言葉で安原は生きていけるからリーダーはそうみんなよく言ってくれるの大変ですねってリーダーって大変ですねって言ってくれるんだけど大変な思いをしてる分安原はリーダーになって得をしている部分はたくさんあります。バンズイジャパンっていう大好きなグループのリーダーになれてることがまずプラスだから。 大変なこととか辛いことはまあなかったですかって言われてなかったですって言うと嘘になるから言わないけどもちろんあったけどでもエザーラはバンドジャパンのリーダーになれたことが幸せだと思うしこんだけ長く続くグループで荒れてることも幸せだと思うしそもそもエザーラはリーダーの器じゃなかったから人間として 本当にクソみたたいな人間だった中でマネージャーさんとかもうこんだけね長いお付き合いしているマネージャーさんだったり大人の方々が江ーラをここまでリーダーにしてくれたっていう事実がもうほんと感謝するべき今バンドジャパンに入る前の状態のまま江沢ラを社会に出ても多分本当にただただ最悪な人間として終わってたけどバンデージャパンに加入してこういうリーダーをやらせてもらったことによって。 別にアイドルじゃなくてもこう社会に出たときに役立つことだったり生きていく上でなんか大事なこととかそういう常識だったりを今学ばせていただけている気がするからこの先の将来きっとバンザイ・ジャパンアイドルの道だったりこういう芸能界じゃなくても今こう5年ちょっと5年半まあもうちょっとで6周年になるけど リーダーをしてたってことは今後の人生において多分糧になるかなと思います。全部の近海女さんで直級するリーダーベストシリーに入ってる。めっちゃ嬉しい。さ <laughs> あラメイさんのやべえ歌声が聞きたい。たまにね、なんかもうボーンでなるときあるよね。爆発力あるときある。バンザイジャパンが長く続いてる理由の <laughs> あー本当？でもね、理由長く続いた理由は。 あれだと思いますよマンダイジャパンが負け続けたから <laughs> うまくいかないことが多かったからその都度団結してたっていうのが何クソ精神がね多いんすよ漫才ジャパンって結構泥にもう泥だけで這いつくばっての今だからそれがいいんだと思います 何が大大大事事事か分か分ってもそれはね大事ですよやっぱメンバーそれぞれの何かいいとことか悪いとことかあげ出したらマジきりないし何時間も話せちゃうから大変「バンドジャパンド出会えたからメイちゃん好きになれたんだよ好きになってくれて本当にありがとうございますこれからも好きでいてね <laughs> 立派に育っていや本当よめい立派に育ってよ 4期からの育成日夜はまた語ってもいって大変よフ <laughs> 5期はメイが初めて泣いた木ですねいろんな涙を流した木 <laughs> 裏でね絆が強いです本当は負け続けてるように見え結構負け出ますよアイドル祭りも一番最初の時から出てるんだけど一番最初出,出た時はアイドル祭りね60何組いた中の下から2番目だった確か順位が。 投票6位だったのにパフォーマンス審査員票がクソほど悪くてめっちゃ下から数えた方が早いみたいななんかもう悔しいとかもないぐらい笑けてくるぐらい下だったりとかエゴさせたら可愛くないとか歌が下手だとかバンドジャパンでエゴくさせるじゃんそしたらマジで歌が下手とかめっちゃ出てくるのとか動員がゼロだった時代もあるしメイがこれはメイがメイだけが経験してることだけど動員ゼロだった時に ステージ立ってあのー、お客さんんがいるじゃんでもお客さんが全員壁際にこうよっかかって携帯いじってて誰も自分を見てくれないとかそういうのも全然あったし物販1時間やっててお客さん2人ぐらいしか来ないとかチェキゼロみたいな日が永遠に続いてたりとかそういうのも全然ありましたバン n ジャパンももちろん。 でもメンバーがこう加入してくれたからねいろんな魅力がこう詰まってってパみたいな今が推奨ですよね本当に昔も楽しかったしね今思えば楽しかった思い出ですねそういう集客ゼロとかも逆風を勝手にできたのはそこに集まった人たちに近いですとてもすごいことですよだから本当にみんなには本当メンバーがすごいっていうのを知ってもらえて名は結構凡人だけどメンバーが本当にすごいんですよ それをみんなに知ってもらいたいいいなとマジで思いますねいつもファンの人がたくさんいてパフォーマンスが圧倒的でいつ見に行ってもすごいなと思うそう言ってくれるのが嬉しいしバンジージャパンを応援してくださっている人がすごい熱い方々ばっかりでそれが嬉しいこれからもバンジージャパン任せろ <laughs> もちろんですもちろんです 話を聞かない気話が聞かないそう話が聞けないこと話をしないこと話が通じないなんか気によってねあるんですよ課題がそれがめちゃくちゃもろいですよね5期が話が通じない <laughs> 6期が話をしない7期は話が理解できない <laughs> あ違う逆だ話を聞かない気は7ですねめげずに頑張ってきた結果そうそうそうだから順分満帆ではないんですね全然 予約うおってなったのがアイドル祭り3年目2年目のウェブ予選に行けてでその次の年ですね次のウェブ予選を通過できた時通過して地区予選を通過した時が結構キーだったかも。 僕が見に行き始めた時よりどんどん大名作出ハピモさんだってあれだもん電波組さんからだもんねそうですよサーラー足軽ジャパンのレッスンの時大体言うのが「時間返して」って言うんですけどこの言葉はねもうパワーワードですね <laughs> 今では想像できないですね湧き倒してどちゃくそ楽しい現場というイメージですそういうふうにしてくれてるのもねファンの皆さんのおかげなので本当にありがとうございました 私たちはね今まだちょっと停滞してるなって感じる時もあるんですけどまあ逃げずにまだまだ上を目指して頑張りたいですねちょっともっと上になりたいしもっとなんだろうね大きな存在になりたいですね可愛いいだけじゃなく <laughs> いい意味で泥にまみれながらもがいていきたいなと思いました <laughs> まあね明日もライブがあるしまたワンマンライブもね決まってますのでデュオのワンマンライブぜひお時間ある方は来てもらいたいなって本当思いますびっくりするかなとワンマンの方が結構リミッター外れてるメンバーが多いのでなんかこういろんな曲を知れるチャンスだとも思いますしぜひ見に来てくれたら嬉しいなと思いますまあ柱あるんですけどデュオ。 そう嬉しいですよねつくばよかったうん同じ子?「リオのワンマン」は8月の30日ですね8月30日今一般発売してるのでけんメンバーの頑張りは伝わっているからたくさんファンがもっとね増やしていきたいですねもっと頑張りをいっぱいいっぱい伝えて。 バンデージャパンの良さはかわいいとかそういうとこじゃなく底抜けに見てて元気が出るとかそういうとこだと思うのでまあまあ頑張ってねこう,こういう世の中だからこそねもっとエンターテインメントの力で世界を明るくしていけるように頑張りたいと思いますあと2日関係ないけどあと2日後2日後何日ってだもう、ね、日付すら覚えてない もっと忙しくなってお休みがなくなるぐらい忙しくなりたいです。頑張ります <laughs>。い8月30日ですかそっかマジかうん。配信もね。ちゃんとあるのでアーカイブ残るのかな？ちょっと確認してみますね。アーカイブ残るのか？残ればね。見えるし、俺は見て,て,思って。その本当めちゃくちゃ嬉しい。13日おお。もう13。早。 なので、ぜひ応援してもらえたら嬉しいなと思います。バンジェージャパンぶっちぎりで可愛いね、まあ。そう言ってくださる方がいるのも嬉しいことだしね。もちろんそこも磨きつつ、甘んじないように、パフォーマンスがいいねで甘んじないように、いろんな面でもっともっと努力しなきゃいけないことってたくさんあるし。頑張ります。頑張りますよ、本当に。2日間だっけなんかね、でも、多分そうだと思う。アーカイブあった気がするので。 また詳しい情報とかも載せるのでぜひ8月30日リオのワンマンライブ来てなー <laughs> 会,いたい、ね、会いたいね会いたいねまたこの世の中がね良くなったら情勢が良くなったら会いましょうね長野遠征まっていけたらいいお明日待ってますライブ見れたらいいな じゃあそ,れそろ終わろうかな明日のマイク気を作んなきゃかもしんないので夜ですよねワンマン1部2部あります1部2部両方あります2二部制ですサンデージャパンのワンマンライブは2部制でございますイエーイ <laughs> ワンマンまでにこのライブは今週以外は来週とかの予定入ってるあるあるある まだみんなに出せてないけど、ちゃんとライブあるよ。配信ありがとう。いや、こちらこそだよ。明日楽しみにしててね。わからなくていいんだけど。ハッピーピースデー。おつ <laughs> め、おつめ。二部生それならどちらかワンチャンある。おぜひぜひワンチャン見つけてもらえたら嬉しいな。タ <laughs> イタイミング見ていこうと思ってるよ。お待ってます。今日も良き顔面、良き時間でした。 あそこどこだろう <laughs> 貴重な話をありがとう。こちらこそありがとうございました。いろんな話させてもらって楽しかったです。<laughs> 明日は渋谷の HMV さんで、アンドブックスさんで、リリースイベントあるので、よろしくお願いします。イェイイエイ。お疲れ様でした。ということで、また愛人するので、ぜひ、ルームのフォロー、ツイッターのフォローよろしくお願いします。以上、バンデージャパン石川紀の伝道師リーダーのエサーラミーでした。アデュー。 <laughs> お疲れありがとうお疲れ様ありがとうリリー頑張ってねありがとうなぞちゃんもありがとうねい,つもいっぱい質問してしまいましたえー、めっちゃ嬉しい質問してくれた方が会話が広がるからねありがとうでもねコメントしにくてもずっと見てくれてる方もいろんな知ってるからありがとうねもっと話ひじじバーンって言いますねまた大好きありがとうございますメんな皆さんのこと大好きですこれレアですよあそらあんま言わないから大好きで ありがとうございますミシカミシカ <laughs> ミシカバンズイジャパンシカ <laughs> おやすみなさいバイバイじゃあね幸せな夢を見てください